知ってます。名古屋のスカート短い女の子は、すぐ出ます。はい。僕、岐阜で、名古屋も詳しいんで、学生の頃からよく知ってますけども、寒い季節にスカート短い女の子、名古屋のスカート短い女の子があります。うん。見てっていうアピールだから、名古屋って派手なんですよ。結婚式も葬式も、すごい派手なの。めちゃくちゃ派手なの。人に見てもらいたいの。派手なことすごいやって、後から財布カラッカラになって、やっちまったなって言って後悔するのが名古屋人。ですから派手なの。見てほしいってことなの。見てほしいからファッションでそういうことしてアピールするの。そう。だから、見てあげてるよ、見てるよって言って優しくすると、もう、ね、気づきはもうパンツ、はい、パンツだから。もうスカート脱いでるからね。うん、あ、そうそうそう。名古屋人はめちゃくちゃ派手です。めちゃくちゃ派手。だから、パチンコの発祥が名古屋って言われてたりとか、あと夜業界とか、ね、夜のお仕事、名古屋すごいお盛んです。そう。例えば、東京とかだと新宿歌舞伎町とか夜の店いっぱいあるけど、なんかいろんなお兄さんとか立ってるじゃん。で、料金いくらいくらって言うと、こう値下げ交渉したりとか、いくらでいくらでとか言って結構バラバラだったりするけど、名古屋は例えば8000円なら8000円で決まってて、8000円から1円も値下げしない。1円も値下げしない。決まった、その町に決まった金額でやるっていう。そう。7000円にして、今お金ないんだよ、7000円にして、6000円にしてとか、絶対通じないです。それが名古屋です。そう。いや、8000円持ってないんだったら飲まなくて結構ですよっていう。それはもうやっぱね、名古屋のね、風習でございますね。派手ですから。うん。使いたがりの人も多いんでね。うん。まあだからね、商売やるには名古屋はいいよ。名古屋とか大阪、西の方はね、結構おすすめだと思いますけどもね。はい。まあ、ちょっと悪い風に言えば、もう見えっぱり。うん。見えっぱりですね。そう。名古屋は見えっぱりで、大阪はケチっていうイメージあるじゃないですか。他の地方からすると、もう悪口でしかないんだけど、名古屋は、ね、ブスで見えっぱり。で、大阪はケチで小汚いっていう、これが全国から見るイメージですからね。覚えておいてください、休んでる人は。うん。これでもね、ちゃんとね、理由があるんですよ。うん。名古屋はなぜ足切れなのに顔がブスか。ね。徳川の時代に美人が全部徳川家康に取られたっていう。そう。名古屋にいる可愛い子たちがみんな持ってかれたっていう。だから遺伝子的に可愛い子があんまり残ってないっていう。だから梅と梅とそういうのが生まれるっていうね。そう、一応あるんですよ。そういう説が、説が。聞いたことあるでしょ、みんな。ね。みんな中の人は徳川家康のせいにしてるから。そう。許せんっつって。ねえ。俺ここで待ち合わせしてデートしたこと一回もないです。はい。僕は名古屋で生まれて岐阜で育ったんですけど、これ名古屋の金時計っていう有名な待ち合わせ場所なんですけど、岐阜と名古屋で育ちながら、俺ここで女の子と待ち合わせしたこと一回もないし。だけど、女の子と金時計で待ち合わせしたこととかないだけで、他のところで待ち合わせしたことあるんですよ。学生の時に。そう、どこか教えようか。ここ。市川君、エスカレーターの裏で待っててって言われて、俺ここで待たされたのよ。そう。なんでこんな影のところと思ったんだけど、ここで待たされたんですよね。そう、ここ。大学生の時に。ここなんよ。このエスカレーターの下のところ。今、ウィーンってこれ上になってんだけど、裏のところで待たされたって。なんであっちじゃないのと思って。ええやんけ、みたいな。やっぱでも名古屋の子派手だね。うん。腰振って歩いてるもんだって。バカばっかいるわ、マジで。ほんとのアホばっか、このキラッキラさ、もうフリフリのさ、プリンプリンしながらこれ歩いてる女の子が、これ若い子がね。うん、バカばっかりなんですね。本当に。ねえ、風邪ひくっちゃうよ、もう、うん。新幹線間に合うじゃないよ、お前。なんで俺、お前、土砂降りの東京に戻るんだ、お前。黙ってたって朝戻んのによ。セクハラ？ああ、セクハラですよ。セクハラ大好きですよ。何か。だって君たちだってさ、菅田将暉にセクハラされたらセクハラじゃなくてご褒美だと思うわけでしょ？俺だからセクハラだと思うわけでしょ？公平に見てないわけでしょ？ああ、別にそれの何か悪いんですか？ねえ。もういいですよ、別にそんなのは。何か、それは。うん。やっぱね、その観光地がね、ちょっと魅力が薄いんだよな。うん。食べ物もさ、ちょっと味濃いしさ、人選ぶじゃん。味噌カツとか、味噌煮込みうどんとかさ。まあ、ひつまぶしとか、結構いけるかもしれんけどね。見るところ、食べるところがね、ちょっとね、偏ってんだよね。その名古屋駅周辺以外が結構乏しい。岐阜になっちゃったらもう岐阜だしね。名古屋じゃない、愛知県じゃないからね。昔愛知九博っていうなんかちょっときしょい万博とかやってたけど、ね、森蔵とキッコロって言ってさ、小児が描いたようなデザインのね、ブクブクの着ぐるみのやつ、あったけど、逆に名古屋の悪口ばっかり言ってもあれなんで、名古屋のいいところをいくつかお話しましょう。ね。味噌好きな人にとっては神。ね。甘い味噌が好きな人は名古屋に
あの来たらええって、うん、味噌カツとか味噌煮込みうどん、それ以外はパチンコスロットの遊戯が盛んね。名古屋なんだけど沖スロとかを中心にパチンコスロットは今でもすごい元気ね。あの店にもよるけれども、イベントでは1000人とか人が来るぐらいパチンコスロットが盛んなので、ギャンカスどもにとってはいいとこだと思う、うん。そしてガマゴーリ協定とか公営ギャンブルもお盛んでございます。あとはね、地下アイドルほか売れないアイドルがいっぱいいる。東京に上京はできないけど、でもなんかアイドル目指したくてって言って名古屋とかでしがないグループを組んで、ずっとつぼみのまま活動を続けるアイドルグループとかが名古屋にはいっぱいいます。だからなんかそのアイドル応援したいとか、お近づきになりたいとか、ちょっと他のグループとはこう距離縮めて応援したいなっていう人はいいと思う。あとはね、ヤクザが強い、うん。やっぱ日本最大級のヤクザのグループがあるからね、ヤクザが強い。そうだから俺ちょっとアウトローで有名になりたいんだとか、俺ちょっとアウトロー系で行きたいなっていう人は、あの思い切って名古屋の地にとあの来てみるのもいいかもしれないです。だけど人生かけての大勝負になりますんで、そこはもうね、いろいろ考えなきゃいけないけど。で、あと夜の仕事向いてる名古屋は。さっきも言ったけど派手なんで、見栄っ張りが多かったらお金使いたい人すごい多いから、夜の仕事で稼ぎたいっていう人は向いてるかもしれない。で、あと顔ばっかりじゃない名古屋は。人があったかいんで、顔は微妙でもやっぱコミュニケーションとか人脈とか人懐っこさとかでも売れるから。その整形大国の東京と違って、やっぱ人でも勝負できるから名古屋は。ヌオーみたいな演力さんとかでもトップ取ったじゃん。そうだから演力さんって正直見てくれよりかはさ、内面とか人柄とかで売れたと思うんだよね俺は。だからでディスってないディスってない。だからその温かい街なんよ。あとはね、あんまりお金使わないね名古屋の観光。東京とかだとさ、まあ、千葉だけどディズニーランドとかお金使ったりとか、東京観光とか大阪観光ってすごいお金使うんだけど、名古屋ってお金使う観光はあんまりないので。他にもさあるよ、名古屋城だけじゃなくていろいろあるんだけど、あんまり使うイメージがないかな。水族館とかぐらいかな。あとなんかレゴブロックのテーマパークあるじゃん、レゴランドあるでしょ。レゴランドゴミなんよ。だからあれ行かなくていいから。あれめちゃくちゃ高いしね、なんか入場料7000円ぐらいと、うん。だから孫とか持ってるジジババとかが、孫とかいるねジジババとかが連れてくんだけど、そうじゃなければ行きたいとも思わないやろうしね。まあ、いろいろ考えると名古屋って東京と大阪の真ん中でリーズナブルに観光を楽しめるっていう点はいいとこだと思う。で、食べ物も合えばサクッと食べてね。あとある大阪とかで有名アーティストがライブした時に、大阪でホテル取れない時に名古屋で取れる。あの新幹線でわりかし早く行けるのよ大阪って。近いよね1時間ぐらいで。だから大阪でホテルがパンパンの時に名古屋でホテル取ってちょっとゆっくりできるっていう、うん。大阪のちょっとベッドタウンなところあるね。まあ、京都でもいいけどすぐ埋まっちゃうから近畿はね。あとね、あとはね、なんだろうな、名古屋大学が頭がいい、うん。名古屋大学がある、名工大だね。やっぱ結局名古屋のいいところ、いやだから言ったじゃん、いろいろいいところ。俺は食べ物好きなんだけどね。俺は当たり前に味噌食ってたから、当たり前だと思ってたのに、なんか放送で味噌の話したら全然味噌って全国的にこう通じるんじゃないんだと思って、通じないんだと思って、そんなに味噌食わないんだと思ってちょっとびっくりしたんだよね。俺東海地方出身だから、なんか当たり前のように毎晩味噌とか出てくるの、今日も味噌明日も味噌みたいな、当たり前にあるんよ。そう、しかもさ、味噌料理って結構簡単だから、味噌さえ作っとけばさ、ちゃちゃってやれるんよ。よう出てくるんだからね味噌って。
私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。